にゃっしゃいませ。それゆえようこそ。ようこそいらっしゃいました。お持ち帰りですか、それとも店内でお召し上がりですか。イートイン2名様、こちらのテーブルへどうぞ。ただいまメニューをお持ちいたしますので。今日のおすすめはトワイニングのアールグレーね。私が気に入って取り寄せた紅茶だから間違いないわよ。ケーキのおすすめはフルーツショートケーキです。ですからアールグレーとの相性、ココナッツ、配達用のケーキ3つ、兄様から受け取ってきてくれる。かしこまりました、しぐれ様。こういう力仕事こそ。あずきは3つともプレゼント用のリボンがけね。めんどくせえなあ。あーよーリボン切れそうじゃねえか。ったく使ったやつが注文入れとけよな。またまたいらっしゃいませ。ご新規2名様。あ、シナモン、ついでにアールグレーの新しいのを出してきて。わかりました。カショウさんのところに行ってきますね。今日もソレイユは張り切って営業中です。と、ブログ更新。しぐれ様、外にもお客様がいらっしゃるので列の整理をしてまいります。ああ、もう小銭も切れそうじゃねえか。ネジのやつはどこ見てんの。またインターネットで注文が入りましたので予定に書いておきますね。これで今月も半分でノルマ達成です。おめでとうございます。大したことは何も、全ては兄様のケーキが美味しいからです。でも少しだけわがままを聞いてくださるならば、兄弟のたしなみとしてぎゅっとして褒めてくださいますか。兄様、兄様、ゴロゴロゴロ。ブログ更新しましたから、これでまたアクセス増えますね。自慢の猫たちの写真を上げて見せびらかすだけでアクセスが伸びていく。あー、こんなに簡単で楽しい広報活動があるなんて。兄様のソレイユが世界進出する日も遠くありませんよ。おまだまだ絶賛営業中ですが、心配はご無用です、兄様。ほら、ご覧くださいませ。おい、ショコバニ、片方が初期下げたら片方がテーブルセットしたけ。案内ばっか聞いとられてっと中が回んねえぞ。了解であります、アズニャン。オッケー、ついでに洗い物もしておく。フルメイは茶と一緒にモンシナが出したケーキ持ってってやってくれ。モンシナはちょっとレジ頼んでいいか。私は外行ってナッツをちょっと休憩入れさせてくっからよ。はいはい、仰せのままに。はーい、わかりました。でも一応長女ですからね。
周りを見ることには慣れているのですよ。今でこそみんな手がかからなくなりましたが、みんなが子猫の時はしぐれがしっかり。私や兄様がいると怠けてますが、やる時はやれる猫ですから。あずきは流したのかもですね。あずきはあずきで頭の良い猫ですから。お持ち帰り用のケーキカットして小分けにしないと。じゃあ休憩入る前に私がやっとこうか。おいこらナッツ、おめえは不器用なんだから余計なことしなくていいっつってんだろ。とっとと今のうちに休憩入ってこいや。余計なこと？今余計なことって言った？あずきだって無理して高いところの食器取ろうとするくせに、ちっちゃいくせに背伸びして落として割ったらどうするのさ。なんだてめえ、人の身体的特徴ディスんなって。ご自慢の鈴テストで習わなかったのか。その前に人の言葉遣いすら理解できてない小豆に言われたくないね。てめえやんのか、あたしとやるつもりなんか。小豆こそやるつもりなの？お店で泣いちゃうけどいいの？上等だこの超猛士が、ワンパンで返り討ちにしてやんぞ。あずきの猫パンチが正面から当たったことなんて一回もないけど。
び行き